アメリカ四大音楽賞の一つでファンの投票によって受賞者が決められるという特徴がある。この賞は1971年、1972年と連続して ABC が放映してきたグラミー賞が1973年にテネシー州ナッシュビルに会場を移すとともに CBS の放送に切り替わったのを受け、リック・クラークがグラミー賞に対抗して創設した。 1> 第1回は、ロジャー・ミラー、ヘレン・レディ、スモーキー・ロビンソンの3名が司会として、受賞式を取り仕切った。グラミー賞では、エンターテインメント産業の業界人に投票によって、受賞者が選ばれるが、アメリカ音楽賞では、ファンの投票で受賞者が選ばれる。名目上では、グラミー賞が、音楽の水準を、アメリカ音楽賞とビルボード・ミュージック・アワードが、 音楽の人気を重視するという形で最下を図ることで、それぞれが権威と視聴率獲得を目指し、競争してきている。これら三大主要音楽賞のどれに出演するかに、関して、アーティストたちが圧力を受けているという話は、タブロイド紙のゴシップ記事や論争が好んで掲載する内容である。1996年に、最優秀アーティスト賞という新たな賞が設けられ、 ガース・ブルックスに送られた。しかし、ブルックスは、この一年間自分は何もしていないので賞は受け取れないという趣旨の短いスピーチをし、演壇に贈呈された賞を放置して去った。翌年からこの賞は廃止されたが、2001年から復活している。賞が創設されて、以来、受賞式は複数の司会によって行われてきた。例えば、 今まで最も多く司会を務めてきたグレン・キャンベルがカントリーミュージック協会賞を取り仕切り他のアーティストが自分のジャンルの部門を司会するという形式が取られてきた。しかし近年単独での司会進行形式が採用されている。1973年の第1回から2003年まで受賞式は1月の半ばから終わりにかけて開かれてきたがそれ以降は 現在のところ大きな受賞式と競合しない11月の初めにノキアシアターで開催されている。これまで最も多くの受賞を果たしてきたグループは22回を数えるアラバマであり、単独歌手としては23回のホイット・ニー・ヒューストンが最高である。また1年で最も多く美文賞を獲得したのは1983年のマイケル・ジャクソン、スリラーと1993年の ホイットニー・ヒューストンボディガードサウンドトラックで8部門を獲得した。ありがとうございます。